はい、こんにちは、カエルです。今日はですね、6月24日の土曜日ですね。昨日の米国市場ちょっと下がったんですけどね、こういうこともあるかなと思うので気長に待ちたいなと思います。で、今日のテーマ、レバナスとリスクを考えるという形でですね、やってみたいと思います。レバナスってね、再生回るんですけども、低評価増えたりってもう結構ね、ブレるんですよね、評価がね。で、今日はですね、レバナスを通じて投資を考えてみたいなというふうに思ってます。今日の内容をね、よく言い表す言葉としてこれ3つを選んでみました。1つ、アインシュタインのね、手段の完璧さと目的の混乱、この2つが私たちの主な問題に見える、こういう話ですね。で、もう1つがお釈迦様の話で、弟子がね、知って犯す罪と知らないで犯す罪とどちらが恐ろしいのでしょうかと。これは知らないで犯した罪の方が重くて恐ろしいですよって言ってるんですね。これ罪の話なんで、悪いんですかっていう話じゃなくて、恐ろしいですよっていうね、そういう話をしてますと。で、もう一つは、期待するから腹が立つ。これね、京都に行った時に、お寺によく標語みたいの貼ってありますよね。あれでこれ書いてあって、なるほどなってすごい思ったんですけど、まさにこれもレバナスだなって思うので、これもね、ちょっと今日テーマとしてあげたいなと思います。個人的な意見で正解じゃないので、本当に人それぞれの意見があると思います。特に今日インデックスファンド持ちっぱなしで本当にいいんですかみたいな話もあるので、これ個人的なアイデアだと思ってね、ご容赦いただければなと。いいんですよ、全然持っててもね。はい、ただ個人的にこう思いますよっていうことがありますよっていうことでね、言いますので、はい、ご容赦ください。まずですね、皆さん、ポートフォリオはどのリスクを背負ってますかって考えたことありますかね。リスクって言ってもいろんなリスクがあるので考えなきゃいけないと。ウォール街のランダムウォーカーとか、その敗者のゲームとかね、大御所のね、こう本を書いてるマルキールさんとかエリスさんからね、本を抜粋すると、ウォール街のランダムウォーカーに書いてあるやつだと、リスクっていうのはポートフォリオのリスクはこういうのがありますよと。ブレ幅の大きさですね。で、ポートフォリオに含まれる銘柄の数が X 軸で、その縦軸の Y 軸がそのリスクの総量、ブレ幅の大きさですね。で、銘柄数が1銘柄だとリスク超大きいですよ。なぜならその会社に個別に投資だけなので、倒産したら終わり、あと上がるか上がらないかがはっきりしている。で、そういったところをね、銘柄数を増やしていくと、このリスク、非システマティックリスクですね、このリスクは減ってきますよ。要は分散投資することで個別企業の倒産とか不祥事とかのリスクは下げられますよと。下げられないリスク、システマティックリスクがあって、これはもう市場全体が落ち込むと。アメリカが金利上げても株式会社全部ダメっすみたいなね、そういう状態のものは減らせませんけど、上の非システマティックリスクは下げられますよということですね。敗者のゲームの方にですね、これ載ってたやつが、分散投資のマーケット以外のリスクの減少ということで、同じようにね、分散投資すると、例えば個別株だけだと個別銘柄のリスクがすごい持ってるし、セグメントですね、例えばテスラとか NVIDIA とかだったらテックとかね、ああいうこうセグメント、業種のリスクもあるし、市場全体から受けるリスクですね、もうアメリカ市場全体ダメですっていうリスクも受けますよと。で、それをポートフォリオを組んだり、いろんなファンドを組み合わせることによって、これは減りますと。最後、もう市場全体を丸ごと持つっていうインデックスファンドだと、ほぼね、個別銘柄のリスクとかセグメントのリスクっていうのは避けられて、もう市場全体がやられるということですね。そのリスクは背負いますよと。ただそのリスクは逃げられませんと。厚切りジェイソンさんがね、 VTI 持っときゃいいですよって言って、それがファンドがね、下がったから、おい何言ってんだっていうのは、マーケットのリスクは背負ってるんで下がるんですよね、市場が下がったら。ただ個別か銘柄のリスクとセグメントリスクはアメリカ全体に分散投資してるので逃げられますよ。ただ市場全体の落ち込みは逃げられませんよということですね。ですので、こういった関係性ですね、左側の図のこの一番左上の頂点がこの個別株のリスクで、非常に広く分散されたインデックスファンドを持つとシステマティックリスクですね、市場全体とか国がとか、もしくはね、アメリカの金融機関全部やばいことになったら、結構全体がダメになるから、そういうのも避けられないリスクですよねという形になりますと。で、レバナスはナスダック100なので、テック系が多めの市場インデックスベースになりますよね。市場インデックスじゃないですよとね、よく言われるんで、はい、インデックスの2倍の値動きっていうね、そういったことになっていると。長期投資をすることでこういったリスクって避けられるんじゃないんですかという話もあるんで、これもね、今日の話で大事なので考えておきたいと思います。インデックスファンド、投資信託とか、ETF でもそうなんですけど、長期投資で株価上昇と配当再投資で含み益が拡大すると。そうすると下落局面でも元本割れがなくなると。この図がよく出てきますね。これ縦の図もよく出てくるんですけども、まずよくカエルが言ってるリスクっていうのは、この横幅ですね。下落が大きい時とか上昇がね、大きい時のこの幅のことをリスクと言ってます。で、長期投資でずっと持ってれば、年平均リターン、例えば15年持ってたら、その
そのトータルの、ね、リターンを15で割った時っていうのはプラスになりますよねと。だから元本割れ全部プラスだから元本割れなくなりますよねって言ってるのはここのリスクのこと言ってるんですね。で VT の全世界だと15年持ってれば OK、 999もそうですね、ナスダック100も15年で 0.35 とかが、まあ、下落は、ね、あるけれどもそれぐらいになってる。ただ1年目とかねマイナス67からプラス124ってむちゃくちゃ幅はでかいというリスクですね。で左下のボーグルヘッズの3ファンズですね。でこれっていうのはこのリスクの幅は少ないんですけれども米国の VTI、VEU ですね、これ全世界ですね、米国除く、はい、大型株だけだったと思いますけども、 VXUS は小型株とかね入ってますけども大型株の全世界米国除くが 30%、 あと債券の BND だと。でこうするとブレ幅少ないんですけども、7年目で元本割れはなくなると。まあ過去ねすごい長い期間で見ると債券昔強かったから15年間の年平均リターンは 10.09% ですよという形になるので、まあ、株だけよりもねちゃんとリバランスをして回していくと過去は良かった。ただし最近のねあの傾向で言うとアメリカの株の方が強かったということですね。なので最近はこうオレンジ色の線なんですけれども999がね昔の平均よりも直近のを見ると、やっぱりね株が強いですよという形になっています。このリスクを減らそうっていうのはこの幅のねこの広さですね、このグラフの幅の広さを狭めようと言っているという形なので、長く持ってれば上がるからいいじゃんっていう話はちょっと違うということですね。長期投資で長く持っててもファンドがね 20% 下落したら下落は食らうと、その幅は大きくなるということなんですよね。このね積み立て投資で長期投資したらねこの薄い水色の部分が元本で青色の部分は含み益になりますよと。だから2023年から年利 8% で月5万円の積み立てをすれば、まあ、先ほどの図から言うと2039年ぐらいにもう元本割れはなくなる、だからリスクは減ってますっていう風な言い方するんですけれども、 30% 市場が下落した時に持ってる資産の 30%、まあ、例えば、ね、株価が下落したら300万円のマイナスだし、3000万円で 30% ね下落したら900万円のマイナスになると。長期投資でね確かに元本割れはなくなるんだけど、そろそろ引退を見据えた時に 20% 下落して3000万円のうち900万吹っ飛びますよ。これ引退後だったらもっと深刻な話になったりしますよね。長く持ってればっていうのが最悪ね、この水色のちょっとでも上がってればプラスだからいいじゃんってなるっていうことはね、まあ現実的にあまりないかもしれないんですけど、そういうことを言ってると。でリスクっていう時に考えた時に、まあ、株式だけだと下落リスクが大きいので債券混ぜてみればどうかというと、いやいらないですよと。どうせ右肩上がりで上がり続けるんだから下落を受け入れて長期投資で回復を待つ、最後はプラスになるんですからということなんですね。まあ投資始めた当初はいいんですけども、だんだん大きくなってくるとこの下落幅もねでかくなるからリスクは増大するんですよね。当然あの100万円の人の、 あの資産と1億円の資産だと下落した時のでかさ大きいですよね。でも待てばいいと。じゃあレバランスみたいなものをファンドに入れたらどうですかって言うと、いやあれは下落が大きすぎるからリスクが大きすぎて嫌だという話になると、ちょっと入れ混じってんですね。でまあこれは結局程度の差なのかなと。レバランスはその下落が大きすぎるから嫌だ、ただ S&P500 だと下落まだそんなに大きくないからいいっていうね、まあそういう感じになりますと。ただこれよく考えなきゃいけないのが、時間があれば持ちっぱなしもいいんですけれども、ちょっと別な観点で見ると証券会社の目標が最近顧客フロー型から顧客ストック型へ移行しているということもちょっと理解しておく必要があるかなと思います。これ金融庁のね令和4年6月30日の投資信託等の販売会社による顧客本位の業務運営のモニタリング結果についてっていうところにね書いてあるんですけど、要するに顧客フローっていうのはどんどん売り買いさせて売買手数料で儲けようっていうところから、まあそこはね良くないよねってなったから、お客様にずっと持っておいてもらおうと、でそこの手数料で儲けようと、まあ、そっち型にどんどん変わってきてますよねっていうのがあります。それがうまくいかないから仕組み債をどうしても売っちゃう会社が出てきたりして、なかなかうまくいってませんみたいな、ね、話が書いてあったりするんですけれども、このインデックスファンドは持ち続けるべきっていう話と、証券会社のストック型ビジネスに移動してますよということを考える。でこの話ねよく出てきますよね。運用会社のフィデリティは2003年から2013年、顧客のパフォーマンスを調査したら成績が良かった人は亡くなってる人と運用忘れてる人、だからとにかく持ってね、もう放置して持っときゃいいんだよって話あるんですけど、これ本当かよってカエルがね、これ本当かなってよく思って調べに行く例なんですけど、これまだこれ信じてる人いらっしゃいますかね。結構もう調べるとこの話よく出てるんですけど、亡くなった人、忘れてる人、投資バリー・ジェームズ、まあバリーさんとジェームズさんですね、あと根拠不明で検索してみてください。あのこの動画見終わった後にしてくださいね。まあそう言ってもね、今見に行っちゃう人もいると思うんですけど、見たら必ず戻ってきて
くださいね。まあ、結局これファクトチェック見ればいいんですけれど、根拠不明なんです。あのフィデリティに電話してもいやちょっと何ですかねみたいな感じになっちゃうという形なんですよね。まあ、結局ね、あの投資セミナーで出てきた資料っていうことになってるんですよね。これそれ多分嘘じゃないと思うんですね。でもストック型なら一番いいのはリスクコントロールをしない顧客が投資信託を一切裏切らずに何が何でもホールドしてくれて、もうなくなっても持っててくれた方が証券会社にとってはベストなんですね。で資産総額に対するパーセンテージで手数料って取られる、信託報酬取られるので、もう株価暴騰時を全く売らずに高い投資信託、まあ 1.5% とかね、高い投資信託を鬼ホールドしてくれる顧客が最高なんですよね。手数料いっぱい入るんで、その方がね、売り買いさせる顧客フロー型のビジネスがやっぱり良くないねってなってるから、長期投資ベースのビジネスモデルに変えるんだと、一番価格が暴騰して資産が膨れ上がった時に売られちゃうのがやっぱり証券会社にとっては一番苦しいと。悪いわけじゃないんだけども、確かにずっと右肩上がりで成績が良ければね、このなくなってる人、運用してるのを忘れてる人っていうのがいいっていうのは完全に否定できないんですけども、やっぱり株価は暴落したり暴騰したりする、その時にリスクコントロールをせずにずっと忘れてるっていうのがね、まあワーストじゃないですけども、ベストじゃないということなんですね。ただこういう裏話もあるんじゃないかっていうのは疑いましょうということですね。ということで自己紹介なんですが、今日ねちょっと長くなることが想定されるので見といてくださいで終わらせます。でまずね、はい、レバナスを考えてみるということですね。まず何を目的に何を買うんだっけということですね。で目的はリスクを取っても増やしたいというグロース投資をしたいなっていうふうに思うと思うんですね。皆さん、あのレバレッジ、短期投資、グロース銘柄への投資は興味ありますかね。グロース投資なんで、あの比較的効率よく資産をぐんぐん増やしたいと、これに全く興味ない人はもうそもそもやらない方がいいと思います。信用取引とか CFD で、まあ、証拠金取引をして売りからも入れるみたいなね、そういった取引をしますか、短期売買でね、こうスイングトレードに対して価格変動の波を捉えて利益を積みますか、まあ、配当とか出ないんだけどこれすごい技術だから一気に株価伸びそうな小型株を見つけてそこに集中投資しますか、あとは銀行からね借金、これはある意味レバレッジだと思うんですけど、不動産を運用しますか、あとは今回のレバレッジがかかった ETF とか投資信託を買いますかと。でいろいろ考えた時に、まあ、証拠金取引も怖えな、売りから入れるって言ってもあんまり下落にかけたくないなと思うし、短期売買買えるセンスないんですよね。だからそういうのもダメだし、まあ、確かにこのね不動産投資すごい興味あるんですけど、めんどいんですよね。やっぱねこれ事業なんで、不動産投資ってやっぱり銀行からお金借りて、不動産投資って事業投資みたいになるので、会社にも副業申請出さなきゃいけないしとか出てきちゃうから、あとはね大家さんでめんどくさいなって思ったりするんですよね。そうなるといろいろ考えた結果、レバナスとかレバレッジがかかったファンドをね、証拠金とかもなしに買うのが一番手軽で低コストでリスクも少ないなって思ったんですね。手段の完璧さと目的の混乱、この2つが私たちの主要な問題に見えるっていうところは、買えるは証拠金借り権のリスクまで負いたくないんだけども、投資金額の一部を成長力のあるファンドに投資したいというふうに思ってレバナスを買ったよということですね。でまあ多分いらないと思うんですけども、レバナスって何かっていうと、日々の基準価格の値動きがナスダック100の値動きの2倍程度になることを目指しますと。 IAU アセットマネジメントと楽天投信投資顧問とかダイバーアセットマネジメントから出てるんですけども、今日はねダイバーアセットのアイフリーレバナスのことをねちょっとメインに話してるんですが、まあ一緒ですと。で結局ねここのレバレッジ2倍のファンドなので値動きがとても大きい、まあ、ここが問題ですね。とても値動きが大きくてリスクが大きいファンドですと。ただナスダック100など長期で右肩上がりの指数への投資です。なのでレバレッジは短期目的ですよって言われるものを長期でもいけますよっていう風に、まあちょっとある意味違ったコンセプトで出してきてるから、レバレッジは短期なんだっていう人と、レバレッジは長期でもいけるんだ、ナスダック100はずっと上昇するんだからって、ここのね戦いになってしまっているのかなと思います。でたまにね国が警告しているダメなファンドだからこれ買っちゃいけませんよみたいな極端な意見を言う方いらっしゃるんですけれども、国が警告してるかっていうと注意なんですよね。この単語の使い方で注意と警告はだいぶ意味が変わってきてしまう。本当にレバナス狙い撃ちでダメですかって言ってるかというとまたちょっと違う。これねぜひ自分で読んでみてください。あの PDF で3枚ぐらいで図もたくさんあって、ほとんどが商品の説明みたいな感じなんで大して多くないので、ぜひねあの金融庁のレバレッジ型インバース型 ETF 等への投資にあたってのご注意くださいということですね。で金融庁が警告してますとかってこういう人が多分読んでるのかなってちょっと思うんですけど、読むとここだと思うんですね。要はいろいろあってね、このためレバレッジ型インバース型 ETF は主に短期売買の利益を獲得をすることを目的した商品で、投資経験が少ない個人投資家の方々が中長期の資産形成を目的としてレバレッジ型インバース型 ETF 等を
行した賞とする場合には十分な注意が必要ですと言ってるんですね。で、まあ下もね、同じようなことが書いて最後に書いて、自己の責任において取引を行ってくださいということなんですね。で、要するに仕組みを理解して自己責任で自分で注意してねって書いてあるだけなんですね。だからこの金融庁のこの報告書の最後にはちゃんとそういったことをいろんな資料に明記してくださいねっていう、まあその規制をね、かけますよということが書いてあるということなんですね。で、ここなんですね。知らないで犯した罪の方が重くて恐ろしい、悪いんじゃないくて恐ろしいんですね。これなぜかというと、熱湯風呂と知らずに飛び込むのと一緒だよ。ちょっとね、指先入れて試しに温度測ったらいいのに、ザブーンってね、すごい熱湯なのに飛び込んでしまうという、大やけどしちゃうよっていうことですね、まさに。あともう一つ、良心の呵責がない犯罪者の方が恐ろしいよねと。悪いなって思ってやった方が、まだその良心の呵責とかね、罪人にもあって、ちょっとね、手加減するけど、何の呵責もない人って逆に恐ろしいということなんですね。だから、ちゃんと仕組みは知ってくださいねと。ただ、中身はね、ちゃんと分かってやればいいんですよと。リスクコントロールしましょうねっていう話になりますよということですね。なので、国が警告してるんだっていう人のやつは、レバナスって反対派の方が再生回るんで、まあ結局ね、そういったことを意識して、ちょっと過激な方に行ってるんじゃないかなというふうに思います。まあご本人どっちでもいいやと思ってるんじゃないかなと思うんですけどね。じゃあ他の商品と比較して極端にリスクが大きいのかっていうと、先ほど個別株ありますよねってあったんですが、グロース系の AI 系のね、テックの伸び、NVIDIA、テスラにもういいよねとかって言ってる人であれば、ね、でもさすがにそれは怖いから一部を長期視点でっていうふうなことを考えてるんであれば、レバナスをね、投資するっていうのは変な選択肢じゃないんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここね、直近1年のグロース系の個別株と見てみると、QLD っていうのがナスダック100の2倍レバの ETF なので、まあ、これがね、レバナスと同じようなドル建てですけど、動きをしているわけなんですけど、こう見るとね、NVIDIA、Netflix、Palantir とかメタ、あと AMD、Apple と比較して、まあ、こういった個別株と同じような動きしてるんですが、この上下の幅はね、ナスダック100の100銘柄が含まれているので、個別株のこのばらつきよりははるかにちっちゃいんですね。こういう下落をね、まあ上昇はいいんですけど、下落した時の落ち込みってとんでもないんですよ。だからそこね、考えると個別グロース株に変えるは投資はできないから、ナスダック100っていう指数の2倍の値動きのグロースに投資しようと思ってます。これ30年とかで見ると QLD ですらピターって下にね、張り付いて結構債券みたいに見えかねないような値動きになるんですよね。なのでそれぐらい個別株のグロース株は値動きの投資が大きいので、そういったグロース系の投資の手法と比較するとレバナスっていうのはまだいいんじゃないかなと思ったりするということですね。じゃあ低減と低増の仕組みを見てみましょう。まあ、ここね、iFree レバナスとかのやつで見てみるんですね。で、この基準価格が100、まあ、ナスダック100の元指数が100、95、90、85、80って下がった時に、レバナスの方は90、81、72、63で下がりますよ。で、これ100円のものないので、10万円投資した場合で考えてみるとこうですね。10万円で投資すると、まあ、毎日5000円ずつ値下がってくると、4日間経過すると2万円になってますよということですね。ただレバナスっていうのは資産総額は10万円でスタートしたけど、こういう下がり方すると9万、8万、7万、1000、6万、3000円こうなって、まあ、ずっとだいたい四捨五入すると一緒ですよね。で、最終的に2万円のマイナスで済むものがマイナス3万6842円になってますよ。これ大きいよねっていう、こういうことなんですね。じゃあこれ別な見方で見てみましょうと。じゃあその値動きは取りたい、だからナスダック100を20万円買ったらどうでしょう、要は2倍分ね、ナスダック100を2倍分買ってみたらどうでしょうっていうので、こういう観点で比較してみると、結局ね、4日間持つと20万円投資するとナスダック100を2倍買うとマイナス4万なんですが、レバナスは10万円買うとマイナス3万6000円で済む。要するに元本は少ないけど価格変動が2倍だから、下落はね、レバナスの場合は10万が条件だけど、ナスダック100を2倍買った場合は15万円マイナスになる可能性もあるということですね。だから下落は10万円が上限ですよと。10万円投資するとナスダック120万円分の変動は食らいますと。ただ上限はあるし、そこの値動きは取れますね。一番わけわかんなくなるところってここなんですよ。この前日差っていうところをね、取ると綺麗に2倍なんですね。こっち5000円の下落で見ると 5% マイナス 5.26% ってなってるので、当たり前ですよね。9万5000円の5000円と9万円にとっての5000円と8万5000円にとっての5000円って、その5000円の比率っていうのはどんどん上がってきますよね。で、ここの比率が2倍なんですよね。だからここは綺麗にレバナスと比較すると2倍になるんですね。で、ファンドの説明で日々の変動の2倍と言いつつ、前日差のこの数値を乗っかして日々 5% の下落じゃなくて日々
日5000円の下落っていうね、にして購入時の基準価格との最終的な差にするからわけわかんないですね。日々の基準価格の値動きの2倍程度が特徴としてるのに説明が絶対値でやってるから混乱するんですね。もし物価がこういう資料出てきたら、いや君パワポのヘッドラインと言ってることと下の説明がずれてるからお客さんこれじゃわかんないからダメだよ、僕なら注意しちゃうと思うんですけど、まあ、結局難しいことを説明してもきっとわかんないんだろうから、とにかく下落するっていうことを主張しておけば安全でしょうっていうね、読んでる側をバカにしてんのかなって思っちゃうんですけど、でも確かにそういう人が多くてクレーム来るからそうしちゃってんだろうかなと思うんですけど、まあ、こういう問題があるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ上昇パターンはもう同じです、まあ、上昇する場合は100万円だけナスダックを買っとくと最終的に5000円ずつ基準価格が上がると2万円プラスになってますよ。でレバナスはこう上がるとその暴り幅がね多くなってきますよね。なので4万2000円になってますよと。じゃあレバナス怖いからって言って、でもまあナスダックだったら安定してるからいいでしょうということで、それを20万円分買ったらプラス4万円と。この場合は10万円のレバナスの方が20万円のナスダックよりも、ナスダック100のね999みたいなファンドよりも上がり幅が大きいんですね。こういうことも考えれますよと。要はレンジ相場の時はねレバナスの方が弱いパターンもあります。これたまたまねこうシンプルなパターンなんですけど、もうちょい複雑だとレバナスの方が値下がりも大きくて値上がりも少ない時があるんで、まあこういった値動きする時に S&P500 を長期でも上回るナスダック100っていう最強指数と言われるものにかけてみよう、そういうリスクを取りましょうということなんですね。まあここもね上昇率が2倍ですよということですね。じゃあ本当のナスダック100で見てみるとこういう動きしてます。で最近のね999を円ベースで50株ぐらい持っていると、最近の上昇相場だと240万円を持ってると4日間ぐらいでね11万1000円プラスになります。これレバナスだと22万5000円ですね。同じ240万でナスダック100で倍480万円持ってた時は22万3000円なんですね。この場合はナスダック100の999を持ってるよりレバナスを半額持ってる方が良かったということですね。じゃあ逆に下落相場はどうかっていうと、下落でね190万一番ちょっと下落が大きいなと思った時期を狙い撃ちしてみたんですけども、190万だったものが4日間で12万7000円下がっちゃうけども、レバナスだとね190万円持ってると25万円ぐらい下落しちゃうと。でやはりナスダック100を2倍持ってると、4日間で、ね、25万5000円下落しちゃうということなんですね。まあレバナスの方がちょっと少なくですよ。オレンジからブルーを見るか、グリーンからブルーで見るかなんですね。今の資産がすごい減るか、半分の金額は残せてナスダック100を2倍買ってる値動きを取れると思うか、これどっちで思うかっていう課題になると思います。まあある意味ね、でそのここで先に結論言っちゃいますけど、半分で済むっていう考え方もあるかなと思います。たくさん増えるではなくて半分で済むよというものもいいかなと。例えばねこう500万円とかね1000万円投資して100万円余剰資金があるから、じゃあナスダック100に全部入れようじゃなくて、レバナスに50万と債券 ETF に50万入れるっていうのもありえますよと。でここでですね、お寺に書いてあった表を期待するから腹が立つと。今100万円あって100万円レバナスにぶち込むから値動きが、ね、大きくて減って、なんだよって思ってちゃうと。ただそこでね100万円あるけど50万取っといて、50万レバナスにね入れたらその金額でナスダック100、100万円買えるのと同じ金額になるから、そこからスタートしようかなっていうね、こう上限を考えて決めるということですね。でそういうことをやりながら、そんなうまくいくのかって疑念を持ちながら自分で調べていくということが大事かなと思います。で増えすぎたら債券金などの資産に一部リスクを移すっていうことも大事かなと思います。暴落時はガチホ買い増しで比率を戻すということですね。まあ、これが稲妻が輝く日を逃さないようになるべくしようということです。暴騰した時ですね、その時に利確をするっていうふうに言うと欲に目がくらんだ的な雰囲気になるので、規律に基づくリスク調整と考えて、タイミングを考えないで済むルールを考える、値動き見て売ろうとするとあれなので、こうなったら売るんだって決めとく、それが規律ですよね。ですのでリスクもね、レバナスなんかをやりません、受け入れませんとかではなくて、拒否ですね、買わんとかね、あとはもしくはインデックスファンドとかもそうなんですけれども、もういいんだ、下落は我慢するんだ、持ち続けるんだのではなくて、リスクが増えたら減らす、売ってね、債券金に移すっていうね、このリスクをレデュースとトランスファーする、アクセプトとアボイドだけじゃないよっていうのも考える必要があるんじゃないかなというふうに思います。実際にじゃあ持ってみたらどうかなと。まずこの緑の線が S&P500 ですね。バンガードの S&P500 のインデックスはこうですよと。999は 100% 持つとこの赤い線です。じゃあ先ほどのように QLD と 50% と BND50%、 こんな持ち方しない方がいいと思いますけどね。そうするとやっぱり999 100% 持ってるのと同じ動きするんですよね。こういう持ち方は考えられると。だから現実的には
QLD とかレバナス 10%、S&P500 に 80%、これ全世界の VT とかね、でもいいですよ。全世界でもいいんですけど、そういうの持っといて、債券 10%。こうすると、この緑の線よりも上回ってるんですが、ボラティリティは大して変わんないんですよね。だからこういうリスクを下げつつ、リターンを増やすっていう、こういうことを考えるのに、レバナスっていうのは使えるんじゃないんですかというふうに思います。で、リスクが大きい投資ですっていうのをこれ考える必要がありまして、リスクってなんだと、ハーバード大学教授のアーサー・C・ブルックさんの定義ということなんですけれども、リスクっていうのは、起こりうる結果や確率が分かっているので推定可能ですと。リスクは恐ろしいわけではなくて、マネージメントできると。だからこれ、PDCA サイクルで回せるんですね。プラン、ドゥ、チェック、アクションですね。標準偏差が分かって、確率が分かってるから、レバナスはリスクが大きいですよっていうことは、マネージメントできるんですね。でもう一つは不確実性ですね。これもう分からんと。これはウーダループっていうので対応しましょうということなんですけど、予測できずどんな結果になるか分からず何が起こるかについても分からないと。これブラックスワンと言われるような話ですね。で、この不確実性とリスクを織り交ぜて話すというふうな煽る人にはちょっと騙されないようにしましょうねということですね。将来どうなるか分かんないことを引き合いに出して今は危ないですみたいなね、将来世界がどうなるか分かりませんみたいなね、新たな疫病が流行ります、不確実です、こう疫病で世界が終わる、でそうなった時にワクチンが出てきたらコントロールできるからリスクの問題になるんですね。だからワクチンが、ね、出てきた時に株価もガーッて上がったりするという風な話になると。でもそうなるとワクチンって不確実、将来分かんないですよねって話持ち出して、またそっちを煽る人が出てくるってことなんですね。もうこれもういたちごっこなんですけれども、まあ皆さんはね、それ聞く時にどっちの話してんだろうっていうのを聞いていきましょうということですね。で、まあ、最近、チャット GPT、すごいですね。このチャット GPT に、ショーミーダイアグラムっていうプラグインを入れて、まあ、優勝版だとできるんですけど、聞いてみました。はい、カエルですね。規律ある投資の重要ポイントと資産管理に関する改善と見直し、資産運用のフローを日本語の図で書いてくださいというふうに聞きました。そうするとね、左側みたいなね、ワークフローを書いてくれるんですけれども、ちょっとこれね、大きく見やすくしてみました。ちょっとね、文章は書いてないです。開業位置書いてコンパクトにね、こう横幅してみたんですけど、投資計画というのは目標設定します。皆さん目標設定してますか？短期、中期、長期の目標設定してますかね？あと、リスク評価というのもしてますか？リスク許容度を評価して投資戦略を決定すると。なので、リスク許容度はここまでにしようっていうのを決めてますかと。あと、資産配分ですね。多様な資産クラスに投資してリスクを分散してますか。定期的なレビューと改善してますかということですね。投資パフォーマンスを評価して必要に応じて調整する。投資ポートフォリオのバランスを定期的に調整するということなんですね。で、要するにここを忘れずにしましょうねということなんですね。要は投資をちゃんとやろう、ちゃんと勉強してやろうっていうのは、インデックスファンドを持ちっぱなしではなくて、定期的にリスクを調整しましょうということも含まれてるんですよっていうことですね。持ちっぱなしがダメって言ってるんじゃないですよ。私好きな人の両学長とかも最近リスクとリターンの話もあったし、レバナスについてはね、S&P500 最強伝説さんのね、僕すごい好きなんですけど、この方は S&P500 をフルインベスト、まあ一部レバナス持ってますよね、フルインベストなんですけれども、そのリスクを調整してないんじゃなくて、リスクを計算をして数学的にすごいねちゃんとやって受け入れていけるって思ってるやってるっていうので参考になるんですよね。何が何でも持っとけじゃなくて、リスクで語ってくれるからものすごい参考になるし、この方の投資の S&P500 のフルインベストは僕は全然いいし納得いくなって思ってるので、ぜひね、参考にするといいと思います。で、ここで問題なのはリスク許容度っていうと、皆さん株投資するときにいくら下落でを耐えられるか考えて現金残しましょうみたいな話になりますよね。で、ここのリスク許容度っていうのは上昇時にここでやめておこうっていう話も含まれるんですね。例えば資産のうちの 50% をインデックスファンドで株式で持っとこうと。で、これ 50% が 60% になった時に 10% ずれますよね。その時に現金をどこから持ってきて 10% 増やすっていうわけではなくて、 50% から 60% になったうちの 5% を売って現金にして、リスク許容度、株式っていうボラティリティの大きいリスクが 50% を超えて 60% になって、 10% リスク許容度を超えて、だからそれ 5% 売ってもう一回現金と株の比率を5対5に戻すっていう、これがリスク許容度なんです。どっちかというと下落ってリスク、株減っちゃったからね、もうあともう買うしかねえだろうっていう感じになると思うんですけど、どちらかっていうとリスク許容度っていうのはどこまで株の比率を高める、リスクを抱え込む我慢ができますかっていう話というふうに思った方がいいですね。だからここのレビューと運用を忘れずにしましょうっていうことですね。はい、なのでこういうことをレバナ戦にやるときにリスクが大きいのでマネージメントできる
話であって、将来どうなるかわからない不確実性の話じゃないですよっていうことがすごく大事かなというふうに思います。ということでね、レバナンスは短期に向くか長期に向くかの問題ではなくて管理の問題ですよというふうに思います。今日はね、本当にレバナンスっていう商品の話じゃなくて、リターンとリスクが大きい金融商品ですね、まあ、リターンというか、まあ、上昇と下落の幅が大きい金融商品の話ですよということですね。暴落は買いですね、稲妻が輝く時なので買うのは全然いいと。だ冒頭の時こそ考えると、暴落の時は証券会社さんもそうですし、あのみんなもね買った方がいいですよっていうふうに言うんですが、冒頭の時になんて言うかなんですよね、はい、さっきの証券会社さんのストック型ビジネスにしていきたいっていう思惑も含めですね、株だけでいいじゃないですか、なんで債券なんて持ってるんですかとかね、あの日本の GPIF のね、あの年金基金がなんで株だけじゃなくて債券あんなにいっぱい入れてるんだみたいなね話はあるんですけど、まあそれはね、なぜ重鎮バンガードが株式インデックスのね、もう VOO と VTI とVT だけでいいじゃないかみたいな感じじゃなくて、たくさん債券 ETF とかの商品をなぜ取り揃えているのかっていうこともね、こう考える必要があるということですね。要するに資産量年齢によるけれども、レバナンスバツバツパーセントと決めたら1秒打ってリスク調整をするっていうのは全然いいし、した方がいいと思います。カエルの現状は今だいたい 3.74% ぐらいなんで、目標は 6% 以下ぐらいで、 10% を超えたらリバランスの年一のリバランスの時期とか銘柄入れ替えの検討の時とかも考えずに売ろうと思ってます。まあ、これがリスクの調整ですよね。で当然ね、あのよくレバナンスってダメだよねっていう時に、あの長期のグラフでもうレバナンスにもう全力投資みたいなことを前提にして批判されちゃってるんですけど、まあ、それはカエルもねありえないと思います。もうそんなバカなことする人いるのかとか、全力投資ですみたいなやつもあれエンタメですよね、はい。まあ、そういう形でありえないなと思います。長期の積み立ては OK だけど、ちゃんと比率目標を決めてお手入れしましょうということですね。一度ね、木を植えて植物植えて水だけ毎日やって、あと放置みたいなね、もうなんかボーボーになってもう剪定もしませんじゃなくて、ちゃんとお手入れはしましょうと。これはレバナンスじゃなくてもうインデックスファンドでも同じだと思います。だから売るなっていうのは暴落で売るなっていうことであって、暴騰で売るなっていうことではないというふうにカエルは考えてます。で退場するなっていうから、あ、じゃあ売っちゃいけないのかなっていう話あるんですけど、ちゃんとね比率とかポジションは残したまんま、自分の許容度を超えた分の株をとかインデックスファンドを売ってリスクを調整するっていうことは退場ではない。それが債券とかね、現金で取っとけば次暴落した時に戻せると思うんですよね。あの株持ちっぱなしな時に、暴落した時に買いましたいという時にお金ないと思うんですよね。なのでそういうふうなことをリバランスするということは決して退場ではないということですね。ちゃんとそうすることで、暴騰した時にリスク調整して現金とか債券に移動しておいて、またね、あの株がね調子が悪くなって落ちた時に、そこからね値動き少なくて暴落とか下落の幅がちっちゃい債券とか、あのキャッシュでね、まあ、戻せるよということになるかなと思います。全然関係ない話なんですけどね、法然上人はね、南無阿弥陀仏とだけ唱えれば極楽浄土に行けるよと言って、一部のね、あの仏教貴族とかの特権階級のものだった仏教をね、南無阿弥陀仏とだけ唱えれば皆さん極楽浄土に行けますよって言って、民衆大衆に救いを広げたんですよね。なので今のいろんな話を見てると、インデックス投資って現代のね南無阿弥陀仏なんじゃないかなと思います。インデックス投資っていうのはもう素晴らしいもので、リスク分散ドルコスト平均で確実に長期投資だったら勝てる手法であるというふうに思うんですけれども、そこをね阿流の新興宗教みたいにね、なんかこうこれだけこの壺買っとけばいいんです、だから私の動画だけ見続ければ皆さん救われるんですみたいな変な感じになっていくとちょっと違うかなって思っちゃうので、今回の動画を見てね、皆さんもいろいろ考えていただければなと思います。すいません、また長くなっちゃいましたけれどもね、はい、投資は自己責任で、あくま本当に今日はあくまでもカエルの個人的見解となりますので、いろんな人を見てね、カエルのことは別に信じず信頼しすぎず見てね、あの考えていただければなというふうに思います。はい、ということで皆さん、あの投資ね頑張っていければと思います。以上になります。ありがとうございます。バイバイ。